おい、どこだ、顔突っ込んでんの。あ、来ましたね。沖縄来ましたよ、おーちゃんが。まあ、よく懐いてお客さんと一緒に遊びますよ。おい。カチカチか。今ね、私の枕元の壁際に段ボールを一個積んであるんですよね。その隙間をね、20センチぐらい開けて、ティッシュの箱とかね、マスクの箱を積んでやってんですよ。で、そこの隅っこに入って寝てますね。前はドアなんですよ、目の前は。そこバタンバタンって開けてもね、もうあんまり気にしない。もう状況がわかるみたいですね、賢い鳥は。別にもう、騒ぐでもない、落ち着いてね。さすが寝られん時あると思いますけどね、バタンと音がするからね。これでも飛んだり跳ねたり絶対しませんね。目を開けた時はこちらの方じーっと見てます。これどうだ、もう慣れただ。カメラに向かって飛びつきましたもんね。これ少しね、拾って食べ始めましたからね。なんか今、石庭が飛び込んできて食べてます。